スクールオブロックで号泣必至。ナンバーアンダーライン愛先生が視聴者の相談に直接回答。驚愕の企画発表。ナンバーアンダーライン愛が悩みを解決、直接電話で対話。2024年4月15日、ラジオ番組スクールオブロックで、人気アイドルグループナンバーアンダーライン愛の3人の先生が登場する特別企画が開催されます。 この企画は、視聴者からの様々な悩みや相談に、ナンバーアンダーラインアイのメンバーが直接回答するというユニークなものです。近年、若者を中心に人気を集めているナンバーアンダーラインアイは、メンバー一人一人が高い歌唱力と演技力を持ち合わせ、多様性に富んだグループとして知られています。一方で、彼らは学生時代に芸能活動を行っていることから、 視聴者の共感を呼ぶことも少なくありません。メッセージを募集中。スクールオブロック初日は、なんとナンバーアンダーライン愛の平野翔先生、神宮寺優太先生、岸優太先生が揃って登場するんだ。相談したいことは応募フォームから送ってね。早く送れば送るほど喜ぶよ。スクールオブロックの新企画。 ナンバーアンダーラインアイ先生による相談室が開催されます。このイベントでは、平野翔先生、神宮寺ゆ太先生、岸優太先生の3人が揃って登場し、コミュニティの悩みや質問に答えます。しかも、なんと直接電話で相談するチャンスもあるんです。この相談室は、単なる質問応答の場ではなく、 コミュニティの視点やイベントの社会的影響についても深く探求します。相談室は注目の場所。スクールオブロックの皆さん、ナンバーアンダーライン愛の登壇に大興奮しているんだ。彼らの答えには大人たちもワクワクしているよ。楽しみすぎるね。ナンバーアンダーライン愛先生たちの相談室は幅広いテーマにわたって行われます。 あなたが抱える悩みや疑問、興味のあるトピックなど、どんな内容でも構いません。応募フォームから相談内容を送信してください。なるべく早く応募していただければ、先生方も喜びます。この相談室では、新たな視点やアイデアが生まれること間違いなしです。平野翔先生、神宮寺祐太先生、 岸優太先生の豊富な知識と経験を活かし、コミュニティの悩みを解決してくれるでしょう。彼らの回答には、大人たちも注目しています。なんと、直接電話で相談もできるかも。え、マジで。これは学生時代のドキドキ感が蘇るね。リアルなやりとりが楽しみだよ。また、このイベントでは、直接電話での相談も可能です。 普段なかなか話す機会のないナンバーアンダーライン i 先生と直接対話できるなんて学生時代に戻った気分にさせてくれます。リアルなやりとりが楽しみですし、回答も個人的で魅力的なものになることでしょう。スクールオブロックの新企画ナンバーアンダーライン i 先生の相談室は学生たちにとって楽しみな出来事となりそうです。 彼らの回答には驚きや喜びが待っていることでしょう。さらに、直接電話で話せるというチャンスもあるので、ぜひ参加してみてください。ナンバーアンダーライン愛相談室は絶対に面白い。皆さん、楽しみにしていてね。そして、3人の先生たちが導き出す答えに期待しているよ。学生気分で楽しもう。平野翔先生。 神宮寺ゆ太た先生、岸士太た先生の相談室は、くらくらするほど魅力的。しかも、直伝もあるって。興奮が止まらないよ。ナンバーアンダーライン愛先生たちの相談室は、ただの質問応答ではありません。彼らは個性的で創造的な回答を導き出すことで知られています。彼らのユニークな視点やアイデアは、 あなたの悩みや質問に新たな光を当てることでしょう。この番組は単なるサイフレームではなく多様性と豊かさを追求しコミュニティの視点とイベントの社会的影響を探求するものです。スクールオブロックの新企画ナンバーアンダーライン I 先生の相談室はコミュニティにとって貴重な機会です。彼らの知識と経験に触れながら 新たな視点を得ることができます。さらに、直接電話で話せる機会もあるので、この機会を逃さずに参加してみてください。ナンバーアンダーライン愛先生たちがどんな回答を導き出すのか、ワクワク感が広がっています。応募方法や詳細な日程については、スクールオブロックの公式ウェブサイトやソーシャルメディアで確認してください。数多くの応募が予想されるため、 早めの応募がおすすめです。皆さんの質問や悩みをナンバーアンダーライン愛先生たちが解決する姿をお楽しみに。スクールオブロックのナンバーアンダーライン愛先生の相談室は大きな反響を呼びました。多くの学生たちが質問や悩みを投稿し、ナンバーアンダーライン愛先生たちからの回答を待ち望んでいます。この相談室は 学生たちにとっての心のサポートとなり、新たな視点やアイデアを提供してくれる貴重な場となりました。ナンバーアンダーライン愛先生たちの回答は、様々なテーマにわたっています。学業の悩みや将来の進路に関する質問、人間関係や自己成長についての相談など、幅広いトピックに対応しています。彼らの回答は独自の視点を持ち、 学生たちの心に深いインパクトを与えています。また、直接電話での相談も多くの学生に喜ばれています。ナンバーアンダーライン愛先生たちとのリアルな対話は、学生たちにとって特別な経験となりました。彼らの温かい声や的確なアドバイスに触れながら、心の中にある悩みや不安を解消することができました。 スクールオブロックのナンバーアンダーライン i 先生の相談室は学生たちにとって学びの場でもあり心の支えでもありますナンバーアンダーライン i 先生たちの知識と経験を活かした回答は学生たちの成長や自己理解に大きな影響を与えています今後もこのような貴重なイベントが開催されることを期待しています皆さん来週月曜日に向けてワクワクして ナンバーアンダーライン愛と直接話せるなんて本当にすごいよね。彼らの回答にも期待しているよ。スクールオブロックの先生たち、本当に忙しい中、本当にありがとう。彼らの答えにはハラハラドキドキだね。楽しみにしているよ。皆さん、ナンバーアンダーライン愛先生たちがお悩みを解決する姿、想像するだけで楽しいよね。 放送を楽しんで、彼らのアドバイスやユーモアを受け取りましょう。それでは、次回もお楽しみに。YouTube でお会いしましょう。バイバイ。さらに、この企画はラジオ番組という公共の場を通じて行われるため、視聴者個人の問題にとどまらず、社会的な影響も期待されます。若者を中心とした視聴者層に向けて、 ナンバーアンダーラインアイの先生方が発信する価値観や考え方は、幅広い層に良い影響を与えるかもしれません。ゲームや音楽、ファッションなど、若者文化の中心的存在であるナンバーアンダーラインアイが、この企画を通じて、視聴者の心に寄り添い、共感を呼ぶことができるでしょう。ラジオという身近なメディアを活用し、コミュニティとの絆を深めていく取り組みは、 今後の芸能活動にも良い影響を与えるかもしれません。この特別企画への期待は高まる一方です。ナンバーアンダーライン愛の先生方が視聴者の心に響く言葉を届けてくれることでしょう。